スペースウォッチとは小惑星の研究を専門に行っているプロジェクトのことであり、アリゾナ州通村にあるキットピーク国立天文台にて研究を行っている。アリゾナ大学教授のロバート・マクミランが代表を務めている。1980年にトム・ゲーレルスとマクミランにより設立された1.8メートル望遠鏡や0.9メートル望遠鏡などを使用している。また、 地球近傍小惑星の探査のため、4メートル、メイオール望遠鏡や2.3ムバック望遠鏡を使用している。1984年以来は0.9メートル望遠鏡がスペースウォッチで使われていたが2000年以来、1.8メートル望遠鏡が導入された。0.9メートル望遠鏡は現在も改良を重ね、電子の検知等に使われている。 地球近傍小惑星の発見した団体年別グラフスペースウォッチは1999年10月6日に木星の衛星カリロエを発見したことで知られている。発見当初スペースウォッチの研究チームはカリロエを小惑星であると認識していたが2000年7月18日にティモシー・スパールによって木星の衛星であることが確認された。また、フォルス バルナ、1998KY26、1997XF11 などの天体を発見したことでも知られている。長期間行方不明となっていたアルベルトを再発見したことや、スペースウォッチ彗星を発見したことでも有名である。発見した、小惑星の数は2019年12月22日時点で153,510個もあり、発見した。 小惑星の個数が一番多い団体でもある。ここでは以下に代表的な小惑星のみを挙げる。ありがとうございます。